魔法ワールドファンタスティックビーストシリーズファンタスティックビーストと魔法使いの旅ファンタスティックビーストと魔法使いの旅は2016年に公開された映画2016年11月18日に初公開されたファンタスティックビーストシリーズの一作目で魔法ワールドフランチャイズの9作目の作品2013年9月に ハリー・ポッターシリーズの新作として映画化が発表され、前後部作予定である。2015年11月4日に放題が、ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅に決定した。この作品で、原作者の JK ローリング自身が初めて脚本を手掛けることとなった。英語では、同名となる著書、幻の動物と、その生息地に触発された作品であり、 ハリー・ポッターの一作目から約70年前、1926年のアメリカが舞台となる。デビッド・イエーツが監督し、ワーナー・ブラザースにより配給された。ハリー・ポッターシリーズのスピンオフ前日単である。エディ・レッド・メインが、ニュート・スキャマンナーを演じ、キャサリン・ウォーター・ストン、ダン・フォグラー、アリソン・スドル、エズラ・ミラー、サマンサ・サモートン、ジョン・ボイド、カルメ・ニ・ジョゴ、ロン・パールマン。 コリン・ファレルが助演した。ファンタスティック・ビーストシリーズの1作目であり、魔法ワールドの9作目となる。撮影は2015年8月17日に、イングランドにある、ワーナー・ブラザースのリーブ・スデン・スタジオで始まった。2016年11月10日に、ニューヨークで、プレミア上映が行われ、2016年11月18日に、3D、 アイマックス 4K レザーその他のフォーマットで劇場公開された。世界中で8億200万ドルの収益を上げ、2016年で8番目に興行収入が多い映画となった。日本ではファンタビと略される場合もある。1926年、イギリスの魔法使いで魔法生物学者であるニュート・スキャマンダーがアメリカ合衆国アリゾナ州へ向かうルートの経由地ニューヨークに船で、 到着する。ニュートは非魔法使いの女性であるメアリー・ルー・ベアボーンに出会うが、メアリー・ルーは魔女や魔法使いは実在し、危険であるという主張をしている新生レム、事前協会を率いていた。ニュートがメアリー・ルーのスピーチを聞いている間に魔法で拡張されて、複数の魔法生物の住処になっているニュートのスーツケースからニフラーが逃げ出す。これを捕まえようとするうちに、 ニュートは、ノーマジの缶詰工場職員で、パン屋死亡のジェイコブ・コワルスキーと出会い、偶然にも二人が持っていたスーツケースが入れ替わる。降格させられた闇払いである、ポーペンティナ・ゴールドスタインは、ニュートを未登録の魔法使いとして逮捕し、かつての地位を取り戻したいとの思いを秘めながら、アメリカ合衆国魔法議会の本部に連れて行く。しかしながら、ニュートが持っていたのは、 ジェイコブのスーツケースでパンや焼き菓子が入っていただけであったので、ニュートは釈放される。ジェイコブが借りていたアパートでは、ニュートのスーツケースから逃げ出した生き物たちが部屋で大暴れし、ジェイコブは噛まれる。ティナとニュートがジェイコブとスーツケースを見つけ、その後ティナは二人を数日間見張るため自分のアパートに連れて行く。ティナは妹でレジリメンスであるクイニーを二人に紹介する。 アメリカの魔法使いは、ノーマジと結婚したり、社交をしたりすることすら禁じられているが、クイニーとジェイコブは互いに惹かれ、会うようになる。ニュートはジェイコブを、自分の魔法で拡張したスーツケースの中へ連れて行き、そこでジェイコブは、魔力をコントロールすることができない魔法使いの子供の、うちに潜む、暗く破壊的な寄生物である、オブスキュラスが格納されているのを見つける。 オブスキュラスに苦しむ者が10歳を超えて生きられることは滅多になく、ニュートはこれを亡くなった少女から引き抜いてきたのであった。ニュートはジェイコブを説得し、いなくなった生物を探して助けをしてもらう。逃げた動物3匹のうち2匹を捕まえた後、全員でスーツケースに再び入るが、これをティナはマクス社に持っていく。当局はニュートの動物が、 アメリカが衆国上院議員であるヘンリー・ショーズにア殺しを行ったと信じて、皆を逮捕する。当局は、ニュートのスーツケースを壊して、ジェイコブの最近の記憶をオブリビエートすると決める。魔法法案局長官、パーシバル・グレイブスは、ニュートを悪名高い闇の魔法使い、ゲラート・グリンデルバルドと共謀していると断罪する。ニュートとティナは、即刻死刑を宣告されるが、 クイニーとジェイコブが二人を救出する。四人組は逃げた生き物の最後の一匹を見つけ、捕まえる。一方、グレーブスはメアリー・ルーの養子であるティーン・エージャーの少年、クリーデンス・ベアボーンに接近し、虐待を行う母親から逃がしてやると持ちかける。代わりに、グレーブスはクリーデンスにオブスキュラスを見つけさせようとする。グレーブスは街中で起こっている謎の破壊活動は、 オブスキュラスが起こしたと信じていた。クリーデンスは同じく養子である妹モデスティのベッドで魔法の杖を見つける。ベアリー・ルーはクリーデンスの杖だと思い込むが、モデスティは自分のものだと主張する。モデスティが罰を受けそうになると、オブスキュラスが放たれ、モデスティとクリーデンス以外全員を殺す。グレーブスが到着して、スクイーブだとしてクリーデンスを突き放し、魔法を教えることを拒む。 ここでクリーデンス自身がオブスキュラスのホストだということがわかる。クリーデンスの魔力が強すぎるため他のホストよりも長く生き延びていたのであった。怒りに駆られてクリーデンスはオブスキュラスを街に放つ。ニュートはクリーデンスがニューヨーク市地下鉄のトンネルに隠れているのを見つけるがグレーブズに襲撃される。ティナはクリーデンスと知り合いであり到着して クリーデンスを落ち着かせようとするが、一方で、グレーブスは自分の言うことを聞くようクリーデンスを説得する。クリーデンスは落ち着いて人間の姿になりそうになるが、マクッサのピッカリー議長と闇払いたちが到着する。ピッカリーは、クリーデンスは魔法界を守るため処刑されねばならないと決める。闇払いは一見したところクリーデンスを分解したように見えるが、オブスキュラスの 小さな欠片が逃げをせる。グレーブスは魔法使いの共同体をノーマジに暴露するため、オブスキュラスを放とうとしたと認め、怒りながらマクスサは自分たちよりももっとノーマジの方を保護していると主張する。グレーブスは変装したグリンデルバルドであることがわかり、マクスサの闇払いたちの監視下に置かれる。マクスサは自分たちの秘密の世界が暴露されることを恐れるが、ニュートは、 自分のサンダーバードを放ってニューヨークの人々全員の最近の記憶を消せる薬を街中に雨として降らせマクックスサの魔法使いたちは破壊されたものを修復するクイニーは雨がジェイコブの記憶を消すのでジェイコブにキスをして別れを告げるニュートはヨーロッパに出発するが本が書き終わったらまた戻ってきてティナを再放すると約束するニュートはジェイコブが パン屋を開く資金を得られるよう、オカミイの銀でできた卵の殻を匿名で残しておく。無意識のうちにニュートの動物に触発された幻想的な形のパン屋ペーストリーのおかげで、ジェイコブのパン屋は大成功する。クイニーがパン屋を訪問し、ジェイコブはクイニーを見て顔中に大きな微笑みを浮かべる。2016年のコミコンインターナショナルに登場したデビッド・イエーツ監督と、 中央キャスト、カッコ内は日本語吹き替え、幻の動物と、その生息地は、ハリー・ポッターシリーズで魔法学校の教科書として言及されるが、スキャマンダー自身は小説に登場しない。2001年にローリングは、イギリスのチャリティーであるコミックリリーフの資金集めとして、この教科書を、観光、販売した。この本は、著者に言うとスキャマンダーの序文がついた。 魔法生物の辞典であり、物語はない。文学的には、小説のナラティブに組み込まれない長い作品は、ホルス・ドキュメントと呼ばれることもある。2013年9月に最初に、この企画についてのアナウンスが行われ、ローリングの映画脚本家としてのデビュー作になるということであった。共に、ハリー・ポッター映画フランチャイズのベテランである、プロデューサーのデビット・ハイマンと脚本家のスティーブ、 クローブスが再任されることになった。アルフォンソ・クアロン監督がオファーを断った後、ワーナーブラザースは、デビッド・イエイツが少なくとも計画されている三部作の最初の一作を監督すると公表した。ジェームズ・ニュートン・ハワードが作曲者として契約した。2015年6月、エディ・レッド・メインが魔法界屈指の魔法生物学者で、ある主役のニュート・スキャマンダーを演じることになった。 マット・スミスとニコラス・ホルトも候補であった。長編映画デビューとなるアリソン・スドルーとキャサリン・ウォーター・ストーンが魔女の姉妹・クイニーとティナの役に選ばれた。エズラ・ミラーとコリン・ファレルが魔法使い・クリーデンスとグレーブス役でキャストに加わった。コメディアンのダン・フォグラーがニュートの友人になるノーマジの人間・ジェイコブ役を務めることになった。公募によるオーディションを多数行い。 10歳のフェイスウッドブラグローブがモデスティ役に選ばれた。ジェン・マーリーがチャスティティ役で契約し、サマン・サモートンがメアリー・ルー役に決まった。ジョン・ボイト、ジェマちゃん、カルメ・ニ・ジョゴ、ロン・パールマンが名前未定の役でキャストされた。ハリー・ポッター映画シリーズ8作中6作でアルバス・ダンブルドアを演じたマイケル・ガンボンは新シリーズへの興奮を語った。 もちろん出たいですよと語っており、ダンブルドアの父親の役で出てみたいと述べた。撮影は2015年8月17日に、ワーナーブラザースのリーブスデンスタジオで始まった。ロンドンでロケーション撮影された場面もあった。2ヶ月後、プロダクションはリバプールの成城寺ホールに移動し、この建物が1920年代のニューヨークとして使われた。ロンドンのフレームストアが、 映画のための視覚効果を担当した。2016年4月9日にジェームズ・ニュートン・ハワードが映画音楽を作曲すると発表された。同年10月24日にポッター・モアはハワードが作曲した映画のメインテーマ曲について最初の公式発表を行った。メインテーマはヘッドウィングのテーマなど、ジョン・ウィリアムズがシリーズ前作に作った音楽を組み込んだものであった。 サウンドトラックは2016年11月18日にウォータータワーミュージックから発売された。ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅は2016年11月10日、ニューヨークのアリスタリーホールでプレミア上映され、11月18日に 2D、3D、新しい IMAX4 系レーザーシステムを用いて世界各地で一般公開された。 1>, 1日早く公開が始まった地域もある。2015年12月10日に告知トレーラーの公開が予告され、5日後である12月15日に公開された。1分間のトレーラーと共にティーザーポスターも発表された。2016年2月にユニバーサル・オーランドリゾートで行われたハリーポッター記念の日に様々なキャストや クルーメンバーのインタビューを収めた短編が公開された。2016年4月10日には MTV ムービーアワードで最初のティーザートレーラーが公開された。2016年4月26日には11月19日に映画台本が書籍として刊行されるという発表があった。2017年1月2日現在、ファンタスティック。 ビーストと魔法使いの旅は、アメリカ合衆国とカナダで約2億2560万ドル、その他の国で約5億5140万ドルの工業収入を上げ、全世界では約7億7700万ドルの工業収入を達成した。この映画は1億8000万ドルの予算で作られ、マーケティングにはさらに1億5000万ドルほどがかかった。本作は公開直後の週末に、 世界中の64地域24,200スクリーンで約2億1,990万ドルを稼ぎ出し、ローリングの魔法もの映画で5番目、2016年で5番目、11月としては11番目の工業収入を上げた。iMAX では605スクリーンで総額1,500万ドルを稼いだ。2016年11月18日にイギリス及びアイルランドで 一般公開され、666巻で1533万ポンドの収益を上げたが、これはこの年最高の公開時工業成績であり、その前にこの年の記録を持っていたシビル・ウォー、キャプテン・アメリカとバットマン VS ・スーパーマン・ジャスティスの誕生を上回る工業成績を上げた。多くはマルチプレックスシネマで売り切れが出たことで高収益となっており、 ワーナーによると666巻、約1900スクリーンで上映されていた。ハリー・ポッターシリーズの映画に比べると書道は明らかに低いが、プレビューのせいで比較が困難になっている。プレビューを差し引くと、チケット代のインフレーション補正なしで、ファンタスティック、ビーストと魔法使いの旅は、ハリー・ポッターと死の秘宝第1部及び、第2部に次ぐ3番目の収益であった。 アメリカ合衆国とカナダでは最初の週末に6800から8500万ドル程度稼ぐと推定されており1億ドルの収益を予測する向きすらあった11月18日に4143巻で公開されそのうち388巻は iMAX で3600巻以上は 3D 上映であった初日に2970万ドルを稼いだが これは、ローリングの作品の本案の中では、ハリー・ポッターと秘密の部屋が金曜に2960万ドルを稼いだのについで2番目に低い収益であった。これには3700巻で午後6時から始まった、木曜日の夜のブレビューで上げた875万ドルの収益も含まれており、この前に公開された、ハリー・ポッターシリーズ数本のシニアプレビューでの収益より低かった。 最初の週末で総額7440万ドルを稼ぎ、工業成績は推定の範囲内に収まって、工業収入1位を獲得したが、ローリングのハリー・ポッターシリーズの中では最も低い収益額であった。北アメリカの外では63カ国で公開された。11月16日に9カ国で公開され、5070スクリーンから690万ドルを稼いだ。 11月18日にさらに38カ国で公開され、1660万ドルを稼いだ。最初の3日間では5360万ドルの収益を上げたことになる。中国では11月25日に公開され、11600スクリーンから1120万ドルの収益を上げ、これはローリング原作の映画で最高の初動であった。最初の週末に、 総額で4000万ドル前後の収益を上げ、これだけで最終作を除くハリー・ポッターシリーズの映画すべてを1本あたりの収益で上回った。日本は過去のハリー・ポッター映画の収益においては極めて大きなマーケットであり、ハリー・ポッターと謎のプリンス及びハリー・ポッターと死の秘宝第2部を除く全作品の1本あたり収益を上回った。 日本での興行収入映画批評サイトである、ロッテントマトズでは261人の批評家の、レビューから73%の評価を受けた。平均スコアは6.8、10である。サイトの一般的評価としては、本作は、ハリー・ポッターの豊かな神話体系を用いて、自らのフランチャイズを作り上げる魔法を放つ、スピンオフを生み出したと評されている。別のレビュー集計サイトである。 メタクレティックではレビューを用いて過重平均値を出しており、50人の非評価のレビューから100点中66点という採点をしており、概ね好意的な評価としている。ガーディアンのピーター・ブラッド賞は5つ星満点で星5つの評価をつけている。インディワイヤーのエリック・コーンは B の評価をつけ、2016年のハリウッドブロックバスターの中では最善のものだとしている。 当初は三部作とされていたが、2016年10月に、ローリングはこのシリーズが5本の映画から構成されることになると述べた。2016年11月に、ジョニー・ディップが1作目に、亀を出演し、続編にも出演すると発表され、1週間後に、役名も発表された。2作目となる、ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生は、 2018年11月23日より上映が開始された。ありがとうございます。